1万922分の1ですこれ。もうこれ初めてやから。あーだあーだ、入んねえかな、間違って。ここお、詰まってる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 、おー、今日やれるかもしんない。さあ、では後半戦、台も変え、休憩もいただいて、新鮮な気持ちでやっていきたいと思います。はあ、最初のね、あのまぐれあたりのおかげでだいぶ前半耐えしのぎました。おいおい、これは絶望やぞお前。一個ぐらいはしたいってくれよ、頼みますよ本当に。ほらほら、よし、いいぞいいぞ。変わったこと起こるよ、おい、おお、このためがちょっと長いんだよね。まあわかるけどさ、めった入らんものやから。よし、いいぞいいぞ。いいぞいいぞ。いいぞいいぞ。ミラクルっぽくなってます。頼むよ。そんなシーンとしたの、ほらほら。しとるから、とっくにしとるから。いや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 じゃないですか今の。クルーは面白いけどね、面白いのはもう否定せん。一番面白い回転体はタイミングじゃないですか。天下一戦とか犬夜叉みたいな新しいね工夫のもまあいいんですよ。ドキドキさせ方は本当に心得てると思うから。でもやっぱ原点にして究極やな、来るんな。ただこれがね、打ち手の知識技術が上がってしまい、あとお店さんの台の管理っていう、そういうね部分もこうぐっと上昇してる中で、昔はだってお店さんですらクルーンの癖がどうだとかよく把握せずにオペレーションしてたわけだからね。うちでなんか全然分かってなかったですよ、一発台の時代だから。こう名作名役物って言われたんだろうなって、今やったらちょっとやっぱきついですよね。癖がどうの、寝かせがどうので、それをどうやってお店さんが変えて運用してるかとか、もう細かい情報まで全部やっぱ分かってくるわけだから、ロマンより現実の方はね見えちゃってね。でもやっぱね、まあ、これ原体験がある人間とない人間では話が全然違うってこと思うんですけど、これやっぱ原体験があるからね、パチンコ打ち始めた当初ですよ。まあ僕ぐらいの年齢だとクルーンの初体験はほぼスーパーコンビなわけです。三強のね名作スーパーコンビ一発台でしたよ。でこう飛び込み式の、まあ、ゲージはコンビゲージっていうぐらいもうね一世風靡しましたからね。もう類似の台っていうのたくさん出て、で今入賞したら全部音が鳴ってわー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 盛り上げてくれますけどっていうところで、おお、すいません、お話の途中で中小生スタッフさんが
早く当てて箱変えてもらいたいな。まあね、僕はパチンコはやっぱり薬物系がパチンコ、ザ・パチンコっていうべきゲーム性だと思ってて、まあこれはもう一貫して打ち始めて当初から変わんないです。まあ、パチンコ面白い、あぐさっと刺さったのはデジタルが揃う子じゃなくて、薬物内での球の動きであったり、その薬物への飛び込みをね、お店さんが釘でこういろいろ駆け引きですよ、お客さんとの。そういうのだからパチンコの、まあ、奥深い部分っていうのをこう拾ってしまったんで、だから今に至ってもパチンコってやっぱり揃うもんじゃなくて入れるもんだっていうね、そういう頭あるんで大好きなんですけどね、薬物系。ただね、さっきも言ったように時代に合わなくなってきてるっていうのは間違いないですよ。その昔は振り分けゼロの、とにかく入ったら釘の間抜けたら大当たりっていう台があって、そうなってくるともう一発入るのボーダーラインが2万円の一発みたいな世界やから、何にも起こらないのに延々金ぶっ込んでたわけですよね。でその延々何も起こんないっていうのはでも実は大きな勘違いで、球がねどこに飛んでどこの釘に当たってどういう動きをするかって一個一個演出として見てた、打ってた人間は。今ねそういう時代じゃなくなってしまって、何かがわちゃわちゃやらないと演出じゃないみたいな、そういう風に変えたのはやっぱりね、でも業界側なんですよね、ユーザーが変わったっていうよりも。で今になって原点回帰ってねやろうとしてるわけですけど、やっぱり教育をして悪い方にって言わせてもらいますけど、教育しちゃったもんだから戻れなくなっちゃってるね、お客さんが。だ回帰回帰って言ってるのは業界だけで、お客さん全く回帰するつもりがないんでね。しかもこの手のまあ一発系の台っていうのは社交性の冴えてるものだったはずなんです。一回当たればまとまった球が出てくるわけだから。でも今やそうじゃない、確率による連チャン性じゃないですか。で一回当たったら止まらなくなるような台の方がやっぱり人気なわけで、高継続のね。だからね、もう一回だからこう、まあこうやって難しいですよ、使い方もに5度の心配だってあるわけですよ。でもやっぱりもう薬物系は古いっていうすぐ諦めてほしくはないですね。何年も何年もしつこく出し続けて、それでデジタルじゃない薬物系でまたこういうパチンコに親しむ人が出てくれば、それは原点回帰の芽が出てくるっていうことだから。まあでもほんとへたれそうかなっていうのはあるよ。とにかくね、使い方が難しい。あと悪いことしたがるやつがほんといっぱいあるんで。とにかく今落ちろ、落ちてイレギュラーのこと怒れ。よしいいぞ、ああ遅い、一瞬遅かった。おーし、いいこういうやる気のある感じ、これが一個でもあると次につながるから。ふう、飲まれます、そろそろ飲まれます。あー、つくづく貯金があってよかったな。いけそう、おーし、うまい、3個出ました。ここから発展すれば可能性がしれっと外れっからな。でもこれやめろ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 、よし動いた動いた、おーおー、これ初めて見る、お願いします。悪魔言うたらもうダメです、はい、面接だったから許す、許すわ。しかも4回転回ってるし、
最初からこれ打っとけでしたか。なんかめっちゃいい台になってますかこれ。うわ頑張った、また3個。おお、詰まった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 。起きていたのだ。やれるじゃねえか。やっぱ面白いな、やかんや言うて名作やこれ。ありがとう。あー大移動大正解や。まああの上村にしてもあっという間に6回転ぐらい回ったこれ。44の16、3分の1。ああえ、マジでやべえ、やべえ。さあ、めんちゃせんかな、おい。いやーやっぱ楽しい、当たると楽しい。一発台ってね、まあ今無制限だからそのまま打つんですけど、正統派一発台は1回交換ですからね、終わったら球を流しに行って仕切り直してっていうプロセスがあったんですよ。まあオチがね、このままとこうダラダラ打っちゃつかないってなるね。でもオチをつけさせるとやめちゃうからっていうことで無制限っていうこともあるんですよ。お店さんとしては一回流して何発出た計算しちゃうか頭の中で、え今こうこうこうでみたいな、勝っとく位置やめようとかね、そういうのになっちゃうから。いやでもこの手の台はね、甘く使って一回交換の方が絶対いいって。いいね、振り分けいいね。いいね、いいね、いいね。たま2個になりました。いや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 、なんかあるんじゃないんですか、どうですか。はい、まだ動いてますよ。あ、動いた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 。悔しい、悔しい、悔しいよ、悔しいぞ。
さあもう本当にあらす打ってもらったす。いやー上がったわ今のは。さあラストだ。今日これで連チャン取れればフルコースやん。よし、はいはい、あーだめ、お疲れー。はー、まさかの8000発ですからね。勝ってますけど、私勝ってます。いい張り方したね。あ、おはー、やった今日は。何これ、あれです、ドレンちゃん来ました。ありがとうございます。あー、もう長らくこの番組もやらせてもらってますが、今日が一番嬉しい。いやー、役物系でね、最後ガチの役物だったら10分の1が1回転で当たるとは思えないじゃないですか。デジタルの場合あり得るかなってやっぱ思っちゃうからね。デジタルの良さですよね。最後の、一瞬右で止まったかと思ったよ。もうノリノリやから何でも当たる気になっとるけどね。ありがとうございました。あー、まさかのドレンちゃんありで。いやー間が持つよね、本当に間が持つよ。この台は演出ゼロのはずなのに。めっちゃ入った。2個は下に押してくれ、頼む。おーい、ゼロかーい。これね、1段目の右の辺りの穴の周りがくぼんでるじゃないですか。まあ、これがサポートしてくれるんですけど、そこでこう球の軌道がぐいっと変わるからね、だから十分に球の勢いが死んでればくぼみに取られて下落ちるんですよ。死んでない場合はやっぱそこで軌道が変わって、まあそれでまた復活して入る場合もあれば、外れにピョンって外される場合もある。まあこれもね、まあ寝かせの影響を上だけはあんまり受けないようにっていう工夫だと思うんですけど、球の動きにねちょっとやっぱ味付けしてくれてて面白いですよね。さあ残り時間カウントダウン化してます。この一箱で当てれば圧倒的勝利、当たらなくても逃げ切り勝利、何にしても勝利。いやほら、音とか光で疲れることがないから、あとはいはいっていうのは見せられることがないじゃん。絶対当たんねえこんなみたいな、緑保留からの中途半端な SP 貼ってみたいなね、ああいうのがないからさ。いやーでもやっぱこれパチンコだなって思うけどね。最初話したと思うけど、時代に合わなくなってきてんだよ。これはね、ちょっとこう連チャン率を上げて
出玉少なめにしてやったらもうちょいバランスいいかな、そんな気はするね。5分の1ぐらいで返済するようにして、大当たりの出玉2000個ぐらいにして、したらもうちょいなんかこう一般の人が手を出しやすいような気もする。まあね、1個目はやっぱ沼だから一発台にしなきゃなあかんから、こういうスペックになってんの分かるけど、沼2あってほしいっていう気はするね。すごい動きしてるな。どうして奥穴に取られないのか不思議になっちゃう。あんな いいぞ。よし、2個に増えました。ちょうど10回転目です。発展しろよ。詰まれ詰まれ。おい、動いてる動いてる動いてる。外れ外れました。いやいい台だなこれ。おそらくずっとほっときのはずなんですよ、導入以降。これね、お客さんがやっぱ粘りきれてないね。いや、いろいろ分かってないとやっぱ無理だもん、こんな追っかけんの。やっぱ悪い台も含めてね、経験値がそれなりにあるから、しかも天竜もライズマンも打ってるからね。まあだから対応はできるんだけど、ハードル高えよな一般の人にはね。これよし、この一箱でちょうど1回分ですね。確率回ったから、まあ残り時間的にこれで最後です。よし、というわけで本日の実践ここまで、ありがとうございました。惜しかった。はい、というわけで実践終了でございます。長い一人ママスの中で一番嬉しい勝ちでございます。ありがとうございます。まあ、そもそも絶対勝てないっていう前提で打ったことも初めてなんで、まあですがね、やれました今日はね。信じてたやっぱりケースはね、まあ分かんないですよ実際のところは、どういう風なオペレーションをしてるか。ただ、寝かせというか癖は非常には、特に2台目一応ね、ちゃんと花火人くん偉いからカチカチくんで全部集計してくれてるんですけど、1台目ですよ、開示攻略チャンス当たった飛び込み87個、で1段目クリア25だから、これ 3.5 分の1ぐらい。そして、下段に落ちたのが5回ということで、2段目4つ穴くるんが5分の1だったですね。だと87分の5です。そして、2台目190個飛び込み、そして67個、そして20個、ということで、1段目クリア率が3分の1よりちょっといい、さらに、2段目クリア率もこれも3分の1ちょっと、抜群じゃないですかってね。僕はこの台真相初日にひどい台打ってるんですよ。2段目に35個入れて1個しかいかなかったっていう台打ってる。ちなみに、僕とその横の台、僕が打つ前に打ったお兄さん全部でね、おそらくですけど100個以上入ってるけど、僕の1個だけなんです。すごくないですか、その店で最初に打ってんのなもんで、この台無理って当たり前じゃなるでしょ。ですが、2日目に、まあ、すごく好意にしてるホールさんでいろんなお店でね、その系列店で打って、いや全然初日がおかしかったんやっていうことで、ちょっと見直しの機運が入りまして、そして今日ですよ。いい台ですね、本当にいい台。クルーンの動きっていうのをね、まあ、まとめてくれて僕はすごく言ってるんで、どういう動きがいい台かって、特に2台目ね、上段を回ってちょっとこう周りがこうゆっくりになって、縦回りになって奥からまっすぐ来たら必ず入る、ほぼ決まるでしょ。で2段目、これはガクルクル回ったのが、でそのまんまだとまず入んないです。その代わりどっかに
かかって変なトリッキーなことしたら抜群に右手前入りやすい。これ多分ねものすごく出来のいい台の強度だと思うんですね。で寝かせによってねだいぶ振り上げ率を変えれる、これはもう知ってるんです。めちゃくちゃ立てるとめちゃくちゃ良くなる。で僕はめちゃくちゃ実は立った台打ったことあるんです。立ったっていうかね寝かせて 4.5 なんですよ、推奨の寝かせがメーカーさんの指示です。で4の台打ったことあるんですけど、4の台だとねやっぱこう2段目のねクルーの回り方が全然違う。トリッキーな動きをする台もあればすごい綺麗にゆっくりゆっくり回って、その周回の円周が徐々に小さくなって右穴にスポッと入るような動き、今日1回もなかったんですよ。何十個か入れてるけど。でだから立ってる台の挙動っていうのはまたね今日の動きとはまた違うものがあるかもしれないですが、何しても結果的に振り分けめっちゃいいんだから、でだからすごくいい台っていうことですよね。だからトリッキーな手をするのをね、まあ狙っていただければいいんじゃないのかなと思いました。あともう1個設定です。 ABC、3段がありますね。実は途中でね話をしに来てくれた朝1台だけ打ってたって人がいたじゃないですか。確変中の当たり確率から設定は推測できますよって話をしたと思うんですけど、なんとあのお兄さんやってまして、おそらく自分の打ってる台は一番いい設定だろうということを言ってくれました。でもね僕もね、まあ、3台やってねバラバラにしてるってことはちょっと考えづらいんです。取れてるからお店さん的に今のデータで、おそらく僕の打った台もね今日トータル8分の1当たってるはずなんですが、僕の台も多分一番いいと思うんです。でねこれも僕は設置点で購入してるお店さんから話を聞いてるんですけど、一番悪くしたらとにかく話にならない、絶対お客さん負けるからということで、一番上をベースで、まあ、取りたい日とかに 2回目2段目設定 B ですねにして使うっていうお店が多いと思います。ひどみじゃ知りませんが、少なくともちゃんと使おうかな、取れすぎちゃってちょっとお客さんきついやなって思ってるお店さんは設定を悪くしてないんで、そこら辺も踏まえて台選びねしていただけたらと思いますね。設置からだから1ヶ月半ぐらい経った状況ですよ。その時期にね、カイジャ沼どのような評価を受けて、そしてお店さんでどのような扱いになってか分かんない、もうダメだと見切った店は早々に撤去してたり一パチ行ったりしてるかもしれない。ぜひね役物系をまだ触ってない怖いなっていう方はこの機会にね、よくできてる台なんで、触っていただいて、そしてパチンコね今後新時代を迎えていくデジタル系の台がやっぱりだるいとか煽りの割に弾が出ないとか、そういう時代がやっぱ遠からずやってくるわけです。その時にやっぱ役物こそパチンコだな、飛び込みこそパチンコの原点だなっていうことをね、新しいユーザーさんにもぜひ感じてほしいんで、この台はね、まあ、一パチン行っても末永く愛されるかは知らんわ、ただ遊べるような状況でねお店も使ってもらえたらなと思っておりますね。はい、ということで今日はねすごくいい台を打てましてね、役物この調子で次回以降もね、勝ちが続きますこと、リノの負け分は半分ぐらいは、半分ぐらいですね、今日頑張ってけどね、次回またこの借りをね、利息をつけて返してもらいたいと思ってますんで、また次回もお楽しみにご覧いただきたいと思います。ありがとうございました。